ガラスあれからできましたね。いや本当にすごいね。すごいね。こんにちは、僕ハリー。はい、ということで今日やるのはカチャ。見ていただいただけだとわからないと思うんですが、そうです、こんな科学のラボに来てやることといえばもちろん科学ドクターストーン、ガラス作り。狂気入ってますね。狂気入ってるんだよ。やっぱこのロケ、このロケーションで満ち溢れてるこの科学集。カメラ台、まあ映ってないですけど、そう、宇宙人とかもいましたからね。そう、宇宙人とかいたし、もっと秘密の秘密、一番多分謎だった部分が今日、解き明かされますというか、僕が生まれた場所です。いや、嘘じゃないですか、それは。ジャンプチャンネル見てる人からすると、いきなりどこに来てんだと、そして一体これは何なんだと、お思いの方がたくさんいらっしゃると思うんですよね。落ち着いてもらっていいですか。今日なんですけど、とうとう僕らの力ではもう無理だなと、本当の科学の力を見せていただきたいなと思いましてですね、本当のガチのあの方をお呼びします。どうぞ。こんにちは。空だった。すげえ。ということで市岡元気です。よろしくお願いします。お願いします。僕よりも強烈な登場の仕方しないでよ。僕も研究室ですからね、ここ。あと僕もちょっと協力させていただきたいんですけど、はい、通りすがりの僕のお友達がこのラボに来てまして。はい、そんな人呼ばないでよ。たまたまちょっと一緒にいたんで、ちょっと紹介してもいいですか。まあ、一応聞くだけ聞きますね。こちら、クラレ先生です。はい、どうも。ダメだって、ダメだって。たまたま来ました。いや、たまたま。すごい、言っちゃダメだよ。はい、一緒にちょっと実験をね、お手伝いしていただきたいなと思いまして。はい、というわけで、ドクターストーンの科学監修をやっておりますクラレと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一緒にやっていただきたい。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ではですね、ガラスの材料用意しました。これでガラスができるなんて信じられないもんですね。本当に信じがたいですね。これ見たんですけど、水晶が取れるのは花崗岩とかが風化したエリアで、露土っつってな、その辺の砂が丸ごとそのガラスの原料、珪砂だ。珪砂ですね。珪砂。砂というか、小石というか、石英ですね。石英っていう、まあ、こういう白い石がよく落ちてると思うんですけど。見たことある。そうそう、もう本当にどこでも落ちてるんで。うん、落ちてる落ちてる。二酸化ケイ素の、まあ、塊なんですよ。次が他の原料は貝殻を 10% 炭酸カルシウム。なるほど、はい、貝殻、炭酸カルシウムですね。うん、これ何のために入れるんですかね。ガラスというのはアモルファスっていう物体の状態で、はい、固体ではないんですよね。液体と固体の間ぐらいって言われていて、ガラスという風なのはドローと液体の状態がたまたま流れるのがすごく遅い状態、まあ、いわゆる氷砂糖は砂糖の結晶ですよね、あれ、うん、に対して飴玉って、あれは砂糖が溶けたものが固まってるだけじゃないですか。確かに。だからあれは我々の時間感覚からするとガラスも一応は流体え、うん、なんですよ。だからそうなの。あと焼いた海藻を 20%。 はい、焼いた海藻食べるのって感じだよね。焼いた海藻はつまり炭酸ナトリウムです。炭酸ナトリウム、ソーダガラスとかっていう言葉は多分聞いたことがある人がいるかもしれませんけれど、はい、まあ、そんな感じでそのナトリウムという風なものを入れることによって、そのガラスの性質がとても良くなるんですね。へえ、うん、加工がしやすくなるっていう。そうですね。でもっとその加工を良くするのはこちらですね。こちらですね、宝塩鉱。最後来たぜ、宝塩鉱生にゲット入ってますね。宝塩鉱を入れます。じゃあこれらを粉にして、はい、混ぜて熱していきましょうか。よろしくお願いします。ハミーがやるんだよ。え、これどう、拳。そう、拳で。拳。この石をまず粉みたいに、すっごい細かい粉にお願いします。ハミーさん、見せてください。参ります。大事ですね。まあね、科学の武器を使いましょう。これです。科学の武器。それ科学ですか。参ります。はい。全然ダメじゃないですか。さあ、ちょっとこれだとね、1日かかりそうなんでね。はい、風化したやつやりましょうか。はい、風化したやつ。ちょっと最初から出せと。いきます。簡単だなお前。え、お前急に楽じゃねえかよ、これどういうことだよ。はい、できてしまいました、はい、でもっと細かくするように、はい、入れましょうか。まだ細かくなるんですかこれ。まだそうですね。あとちょっとゴリゴリ潰してもらおうかなっていうところで。あ、これ僕が得意なやつ
忘れでしょ。よし、どうでしょう、はい、あ、結構いったじゃないですか。まあまあまあ、まあ、よし、じゃあこれをね、取っときますね。ありがとうございます、はい、これはできましたね。次じゃあ、これですね。貝殻、こっちは簡単そう。お、お願いします。いいっすね、いいですね。炭酸カルシウムゲット。次、これ、はい、これもう焼いてあるんですか。これ焼かないといけないんですね。あ、焼かないといけないんですね。焼かないといけないですね。はい、ハミ。いや、これは大丈夫ですか。はい、ハミ、焼いて。僕だけは苦手なんです。お、すごい。で、この間これでなんか消防車が来たんで、この辺でやってみますか。はい。消防車が来た。この間ね、あの燃やしてたらね、消防車来たんです。焼いといたやつありますんで。あ、すごい、なんかロ バ、はい、ロバタ焼きの匂いがする。3分後みたいな感じ、ね、そうですね。一部こんな感じですかね。お、一部白くなってるのがあると、はい、炭だね。で、これもね、ここでゴリゴリやって細かくすると、はい、任せてください。お、え、すげえすげえすげえ。お、すごいすごい。じゃあ、炭酸ナトリウムゲットということで、はい、はい、じゃあ次、これですね、鉛。鉛、これどうするんですか。これも粉末にするんですか。粉々にして、はいはい、それを実際にそのまま投入するっていうだけで大丈夫なんですけれど、はい、あんまりここで砕かない方が良いので。ん、何か危ないですね。そうですね、はい、危ないですね。ちょっとね、一応砕いたものを用意しまして、はい、でちゃんと専用のね、安全な状況で砕いたものがこちらになります。すごい、安全性までしっかり考慮されてます。というわけで、まあね、4種類の材料が、はい、揃いましたね。揃いましたね。ありがとうございます。ただこっからが問題なんです、うん、え、うん、終わりじゃないの。混ぜて焼くだけみたいな。ごめん、ただ熱するだけじゃダメで。え、そうなの。そうです、熱する温度も鮮度を超えてなくちゃいけないし、時間も数時間、ガラスに遷移するまでに時間がかかるんです。はぁ、あ、となるとどうすればいいんですか。頑張る。ここではこの炉ですね、はい、一応これに溶かして、はい、僕も何回かやったことあるんですけど、結構失敗してます。え、失敗ってどうなるんですか。ガラス化すると完全な透明な、はい、トロッとしたもう飴みたいになる、はい、失敗するとザラザラのこの珪砂の粒が残ったような感じとか、はい、あとは出してもなんか茶色くなっちゃって炭みたいな感じ。ああ、爆発とかではない。そう、地形ではない。あ、よかったです。では大丈夫です。じゃあハミ、ここに材料を入れてください。はい、これ難しくないですか。持てる、持てる。ちょっとね、小さじとか欲しいな。真剣、真剣ですよ。次、はい、が貝なので炭酸カルシウム。炭酸カルシウムですね。やっぱり世の科学者の方は皆さん一度は死にかけてるものなんですか。人によります、学部によります。死ぬのが早くなるっていう後で気づくパターンもあるかもしれないですね。そうそうそう、なんか後でなんか全員あのみんな軒並み揃って50代で死ぬことが分かったとかたまにあります。たまにあるって、それ後からじゃ遅いやつ。炭酸ナトリウム入りますね。はい、鉛。怖いの。え、ちょっとざっと混ぜて。ん、緑ね、ちょっとあの黄色い、いろいろ混ざるとなんか緑っぽい。お抹茶みたいな。だいぶ緑っぽいですね。はい、ハミ入りましたよ。はい、僕は入らないです。あ、入らない。はい、あ、じゃあそういうことですね。赤と青があります。どっちかが爆発する。ちょっと見てください。本当に嫌ですよ、僕そんなボタン押したくないですよ。じゃあちょっと緑の方から失礼します。はい、安全そうなんで。おお、大丈夫でしたね。本当にこれ命がけだったの。大丈夫、これ電源ボタン。あ、電源ボタン。あ、じゃあ赤を押さないといけない。赤を押すとヒーターが入ります。今そこに1200度って設定してますけど、そこの温度になると。はい、では押させていただきます。じゃあヒーターボタンオン。なった。あ、なった、なった。待つ。はい、これでちょっとね、はい、3時間くらい待ちましょうか。では3時間後。バイバイ。バイバイ。大体本当にリアルに3時間経ちましたね。そうだね。本当にリアルに3時間経ちました。じゃあ先生よろしくお願いします。開けます。はい。おー、うわ、え、ガセサミ。おー、おー、白飛びして何も分かんない。おっかじゃん。ちょっと中見てみますかね。はい、ちょっとめっちり、ねっちりしてる。お、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 良い感じですね。お、これ感じすごい。お、すごい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 。見て、あ、え、ほら、
ラスですね、うん、雫じゃん。いやでもバッチリですね、うん、すごいじゃん。すごい完璧にガラスになってますね、うん、流し込みにやってみますか、はい、失敗したら大変なことになるので慎重にいきますねこれはね僕見てるだけです僕がいいと思います。出してみますか。はい、はい、いきます。はい、よいしょ。出します。はい、おガラス。おお、すげえ。隣もガラス。おー、いい感じ。おお、ちょっと温度が低いのかな。硬いですね、うん、透明なガラスが結構大成功。えほら、できた。できました。すごい、これ成功。大成功と言っても、ね、うん、持てるか。ほら、透明。透明です。おお、これ見て、見える。透明ですね、これ、うん、あー、めっちゃ透明なガラスが。まあ、本当だと多分これもうちょっとあと数時間加熱するともう完全に中の不純物が溶けてきて透明なガラスになる。なるほどね。だって貝殻と海藻と石でしょ。そう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 、すごいね。ちょっとねゆっくり冷やさないとガラス割れちゃうんでパンって弾けるんで、そのために除霊剤の中にちょっと突っ込んでおきますね。除霊剤、まあいわゆるあの保温剤ですね。おー、かなり透明な。だね、大成功ですね。うん、僕パワーじゃん。めっちゃ頑張りましたもんね。ハミーパワーじゃん。ねえ、ハミーめっちゃ頑張ってたもんな。見たでしょ、あのゴマすり。透明なガラス、あれからできましたね。いや、本当にすごい。ねえ、すごいね。一応これ、この間僕が作ったの見ておきます。なんかやっててくれたんだよね。そうそう、すごい実験。こちらが、だいたい一般的なガラスっていうのはこういう色多いですよね、うん、横から見てもあの水槽とかもそうですよね、うん、こういうちょっと青っぽいじゃないですか、うん、なんで今日の撮影が思ったけど、うん、楽しかったありがとうございます。楽しかった。やっぱね、科学は楽しまないといけないですからね。そこのロマンだよ今日のオレンタンチャルですか、はい、残業してきたんだけど寝抜きんよ。初めてじゃないですか、触られたの。え、初めて。というわけで、はい、ロール先生、はい、元気先生、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。実は、元気ラボさんのチャンネルの方でも僕が出演している動画がありますので、はい、そちらのチェックもよろしくお願いいたします。お願いします。クロール先生の YouTube チャンネルも概要欄に貼ってあるのでぜひチェックしてみてください。ありがとうございます。以上、チームハミーでした。バイバイ。